こんばんは。ゆきまるチャンネルです。キラ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 ーン。ちょっとマイクがこう、はるちゃんです。はい。ちょっと押さえてます。はい。で、今日は葉山でですね、ゴーヤが売ってたので、ゴーヤチャンプルー。だけど、木綿豆腐じゃない。買い忘れ。買い忘れ。ということで、家にある絹ごしで作ります。なんかゴーヤ、それ、おいくらだったんですか？あ、なんかちょっと傷んじゃったけど、うん、これはね、100円。もうなんか今年ゴーヤ高いよね、うん。100円で売ってることないじゃないですか。ない。なので、我が家は今年初のゴーヤチャンプルーが今日です。そうだね。夏、毎回ね、めちゃくちゃ作ってるんですけど、今回はゴーヤがあまり安く売ってなかったので、いつも100円の時にね、大量生産するんですよね、ゴーヤチャンプルーを。そうだね。なんかスーパーでだいたい200円ぐらいだったか、倍だったか。毎回そんぐらいだよね、うん。ちょっとね、うちら100円じゃないと買わないという。どんだけよ。ねえ、100円じゃないと買わないんだって。参っちゃうね。アボカドもそうじゃん。100円じゃないと買わないみたいな。あ、アボカドはね、しょっちゅう食べたいからね。うん。てか毎日食べたいもん、本当は。なるほど。相当好きですね。好き。アボカド星人です。リリ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 。鳥さんにはね、はい、毒ですけどね。あ、そうですね。人間にはね、はい、あの森のバターですから。はい。はい。じゃあクッキングスタート。はい、こちらはもう元？え、違う。そぼろ。そぼろ？あ、別のやつ？大豆ミートと豚のひき肉で、はい、ちょっと生姜大きめに切って。そぼろ。大豆ミートわかんないね。うん。ちょっと食べてみて今。はい。お、大豆ミートを前にして興奮度が高まる雪丸氏ということで、大豆ミートそぼろちょっといってみたいと思います。うん、あっぷい。うん、うまい。たくさん入れたよ。うまい。あ、よかった。うん、お肉1パックに対して、うん、そうだな、大豆ミートは2分の1ぐらい入れたかな。全然わかんないね。肉みたい、本当に。あ、本当。これあれよ、ネロさんがそぼろにして冷凍してるって前教えてくれたから、うん、あ、私もそうしようと思って。あ、これめっちゃいいと思うよ。全然なんか、なんだろう、ちょっと弾力性のある肉って感じね。ネロさん、いつもコメントありがとうございます。はい、ゴーヤの中綿削りの儀式ですね。私たちはちょっと変わってるので、はい、苦いのが好きなんで。そうですね。あの、あんまり綿取りません。はい、やっぱね、苦味がないとちょっとね、うん、僕あんまり好きじゃないんですよ。その辺はまだママさんと気が合う、ちょっと少ない部分ですね。いつも気が合わないので、ちょっと残念なところなんですが、ゴーヤの苦味だけはね、共通して。りーちゃん、りーちゃん、やっつけて。ギちゃん、何歌ってんの？笑って歌いだした。まあ、ギーちゃんが歌うね、曲といったらね、決まってるからね。よし。何を言ってるんだ。開かない。あ、バイバイしてる。バイ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 、ギーちゃん、はい、バイ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 。謎。はい、卵3個とも溶けばいいですか？なんか大きさが違うね。微妙に。そうなの。ミックス卵じゃないの。はい、卵割りました。りーちゃん、ほら卵だよ。ちょっとね、さっき卵割ったらすごい興味がありそうな感じだったんですよね。ね、こうやって興味があるものを見せると、りーちゃんの知的好奇心が満たされていくわけですね。今卵をね、溶いていたらりーちゃんが興奮し始めて飛んでっちゃいましたね。なぜか下に行きました。りーちゃん、いいの、そこで。はい、ゴーヤチャンプルーに豆腐が今入りました。木綿豆腐じゃないけどね、うん。ママさん、なんか味付けはどうしてるんですか？ん、適当。適当。めんつゆとか。うん、うん、お酒と塩と、なんだっけな、胡椒と。塩胡椒でやってるの。そう。じゃあ、あんまりだし的なものは入ってない。うん。ピーちゃん、相変わらずそこにいるの。ここで足リフトを出すと、はい、すぐ来る、すぐ来る。はいはいはい。りーちゃん、甘えたいだけだね。お、ママさん、それは何ですか？コリアンダー。
コリアンダーを入れるんですか。ちょっと試しに、はい、ちょっと、はい、卵に。卵。あ、いっぱい入れちゃった。いや。まいった。いや。まいった。でも卵に合うんでしょ。うん。いや、すごいな、これ香りが。なんだろう、これ香草って感じですね。なんか卵料理に合うらしい。おあ、わかった。ちょっとなんか良さげなトイレの匂いと一緒だ。やだこういう香りのするトイレがなんかあるよね。これおかわりして。あ、はい。で、あとご飯よそって。はい、どのぐらいいきますか。 あなたの自分のご飯。はい、塩コショウとコリアンダーで味付けされたゴーヤチャンプルですね。いや、コリアンダーなんか普通入れないから。うん、キーちゃんがすごいねだってる感じがする。あれだよね、なんか売ってるよね今ね。元？うん。チャンプルの元？はい。あとこの泡盛があるといいんだよね。ああ、いいですね。で、今日ね、島豆腐で作ってないから。はい。あのキーちゃん絹だから崩れちゃうから、はい、一応湯通ししたんだけど、はい、湯通ししても崩れるからね、やっぱり。うん、しょうがない。キーちゃん、ね、ちょっと、はい、おとなしくして。こちら湯通ししたひき肉と大豆ミートを使ってるわけですね。そうです。ということはあれですよ、全然脂っこくない、はい、いい感じのそぼろが出来上がったと。アクも取ってます。はい、今日でもなんかシンプルですね。いつもなんかすごい豪勢な感じするんですけど。今日私これからちょっと出かけるんで。え、どこ行くんですか。ちょっとデータ、これ絶対飲みに行くパターンだ。はい、ゴーヤチャンプルー。チャンプルー、出来上がり。はい、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。すごい、あのご飯がね、うん、これで隠れたらね、うん、ギーちゃんが何も言わなくなったなんだこれは君たち笑いすぎでちょっと。チャンプルいきましょう。はい、いや、笑うといいんですよ。うん、うわ、自信だ。いっちゃん、やっぱりね、ゴーヤですよ。遅れて夏を取り戻した感じがしますね。いっちゃん、おいしいよ。やっぱりゴーヤは苦味があるといいですね。うん、いいですね、うん、うまい。私はですね、ちょっとこれからあのこの間らっきょうをいただいたね、梅干しとおじいちゃんにちょっとお礼をしに行くので、すぐ出かけます。うん、はい、じゃあ食べます。うん、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。どうでしたか、パパさん。いや、大豆ミートのそぼろがなかなかね、いいですね、あれね。お弁当に入れたりね、はい、いいんじゃないですか。まあ、僕はね、お弁当使わないですけどね。はい、ママさんもお弁当食べないですよね。お弁当はいらないお弁当いらない、はい。今日はゴーヤチャンプルはどうでしたか。ゴーヤチャンプル久々に食べるとやっぱ美味しいですね。うん、ゴーヤね、そんな苦くなかったね。うん、うん、もう時期的にそうなのかな。どうなんだろう。ほら、夏真っ盛りのゴーヤって結構苦味が強い気がするんですよ。あ、僕的に。いや、以前も買ったんですけど、そこの農家さんそんな苦くないんですよ。うん、時期的なものではなく。はい、あのそんな苦くないのよって前ね、おばちゃんが言ってたの。はい、作ってた人が。はい、で、品種もあるんじゃない。うん、はい、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、各種 SNS もやっておりますので、 Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。